スタートしました。ウォッカいいスタートを切りました。ウォッカが好ダッシュを見せまして、さあ先頭に立っていきます。2番手にはナムラクレセント、ヤマリンキングリー、内からアドマイヤ富士、先団は4頭です。その後5番手スマイルジャックで向こう上面に入ります。あとは中段グループには間にカンパニー、内マッハベロシティ、サンライズマックス、続いてハイヤーゲーム後方から3頭目、あと2馬身離れましてメテオバースト、最後方が9番の大新プランです。3コーナーカーブに向かって今年も逃げます。6番のウォッカが先頭でリードを2馬身取りました。追いかけるのはナムラクレセントが2番手、マッハベルシティ早めの3番手です。山にその後2番のアドマイエフジが3番手の位置、2番手に接近します。その後は4番手、3コーナーをカーブするところでヤマニンキングリー、あとはカンパニー、続いてその後スマイルジャックです。2馬身差、10番のサンライズマックスが行きました。あと外目からメテオバーストを押し上げてハイヤーゲーム、そしてマッハブルシティ後方2投目、最後方が大新プランで4コーナーカーブに入っていきます。ウォッカ依然として2馬身のリードで逃げています。ナムラクレセント、そしてアドマイヤ富士、外からはヤマニンキングリー接近して2番手3番手4番手、後続引き連れてウォッカ先頭で直線コースに入ります。さあウォッカが先頭です。2番手から追ってくるのはアドマイヤ富士、アドマイヤ富士、ナムラクレセント、外からヤマニンキングリー、内に潜り込んだカンパニーが前に接近、すでに400を通過している。さあウォッカ先頭だ、ウォッカ先頭、リードをまだ2馬身、そして2番手争い、内から4番のカンパニーが接近、カンパニー、そして2番のアドマイヤ富士、大外から追い込んでくる。ハイヤーゲーム、ハイヤーゲーム、追い込んできて2番手争いまで加わってくるが、さあ先頭ウォッカ、ウォッカ、カンパニー、ウォッカ、カンパニー、カンパニー、カンパニーがかわした。カンパニー降臨、カンパニーです。カンパニー、古豪カンパニー、ウォッカを破りました。毎日王冠を制したのはカンパニー横山典弘。